こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。新型コロナが世界中で脅威をもたらしていますが、中でも被害が大きいフランスが韓国にコロナ対応の要請をしたようです。実態はどういったことでしょうか。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。6日国土交通省によると、キム・ヒョンミ国土部長官はこの日、フランス運輸省のジャン・バプティスト・ジェバリ国務長官の要請で電話をして、新型コロナ克服のために積極的にコミュニケーションをした。双方は新型コロナ対応で重要なことは国家間の協力、政府と地域社会の疎通と協調を介して人命被害を最小化にすることについて意見が一致した。特にジャン国務長官は、全世界が韓国の貿易体系を模範事例として注目される点を高く評価し、交通の分野で新型コロナの感染抑制のための韓国の対応ノウハウを共有することを要請した。これにキム長官は、韓国は地域間の移動制限と公共交通機関の全面中断措置を取らなかった。公共交通機関の利用に起因する新型コロナの感染事例は確認されていないとし、オープン・透明性の原則の下で社会的距離を置くガイドラインを推進する政府と関連業界の協力、国民の積極的な参加が新型コロナの抑制に大きく寄与していると強調した。ジャン国務長官は、ドライブスルーの診断方法、データネットワークなどの情報通信 IT 技術を用いた韓国政府の先進的な方法に関心を表明する一方、韓国が2015年に中東呼吸器症候群 MERS の経験をもとに、確定者の個人情報を疫学調査に活用できるように法的根拠を設けた点も高く評価した。キム長官は、政府レベルの連帯と協力で構築された新型コロナ疫学調査支援システムにより、確定者の動線の把握が既存の1日から10分に短縮されたと説明したと国土部は伝えた。それではネットの反応です。フランスが韓国だけに電話したのか。大韓民国の民主主義の勝利だ。大韓民国最高。韓民族の国民性が優れてるのだ。最近韓国が先進国だというのが分かった。西側諸国のコロナ対処が情けないね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。